そのキスが欲しい。工事が終わったには終わったんですけど、まだちょっと隣の階段とかの工事をやってて、さっきまでめっちゃうるさかったんですけど、今ちょっと静かなのでその合間にやってみました。ですね、この曲はこの前のもちろん着席して聞くライブではやらなかったんですよ。と言いながらね、バラードじゃない曲もやったんですけど、今回ちょっとうちの母親からまた朝日新聞の記事をもらいまして、ジュリーのベスト読者のランキングっていうのがあって、まあ大体10位から1位っていうのは一番
あの全盛期の頃の曲がいっぱいあって、ああ10位から1位ねって思って、でなんかその記事の最後を読んでいたらさりげなく15位まで載ってて、でやっぱり11位から14位も14位もあの全盛期の曲だったんですけど、この15位のそのキスが欲しいだけはもうこれですよ。私だから T シャツを引っ張り出してきました。はい、今日はちょっとライブ感を出すために、これね、その昔まばしのビーグルでジュリー祭りをやった時に着た衣装をそのまま再現してみました。はい、でこの T シャツは、あ、 T シャツじゃなくて長袖のトレーナーだったのを切り刻みました。もうちょっとね、この首のところがクタクタになっているのをちょっとハードな感じで、はい、それでアレンジしまして、でそれに合わせてじゃないんですけど、このなんつーの、すごいあのダメージと、このなんつーの、このあのストーンとかいっぱいついてる、あの豪華なんだかボロいんだかどっちなんだいっていう、こういうジーンズ合わせていったら、このジーンズがすごいすごい、そのライブの時に好評で、ジュリーファンの人に私も欲しいって言って、その後買われたのかどうかわかんないんですけど、でまあ私あの時は結構パンパンだったんですけど、おかげさまでウォーキングのおかげでちょっとこのズボンもジーンズもずり下がってきてるんですけど、やっぱりこれを着るとテンションが上がって、本当はこんなハードな歌とその後に MC 無理かなと思ったんですけど、でもね、あの演奏の後に MC 取らないと別撮りっていうのもなんかちょっと興ざめかなと思って、今日はもうちょうど工事も今止まってる合間にこの演奏と MC といっぺんにやりたいと思います。はい、でこのそのキスが欲しいっていう曲は、あのこのリアリーラブヤっていうアルバムに入ってる曲で、シングルカットもしてたんですけども、私この時この頃にはもうあの子育て真っ最中だったので、あんまりね、あのライブに参加できなかったから、多分これがそういうグッズとか買ってジュリーのやつ、あのライブとか行ったのが多分最後だから、この T シャツが、あ、このトレーナーが家にあったのかなと思って、 T シャツとかもいっぱいあったんですけど、やっぱり T シャツはね、もうなんつうの、カビちゃったり黄ばんじゃったりしてて、とてもじゃないけど着れないから、もう家になくて、これだけがうちの家で唯一あの存在するあのジュリーのグッズなので、それをこんな、あのこんなことしちゃったけど逆に皆さんと違う感じでいいかなと思って、これはもう大事に着続けようかと思って、今日もこれアイロンかけてやろうかなと思ったけど、下手にこのプリントのとこにアイロンかけるの嫌だなと思ったから、まあ、ちょっとこのままハードな感じで演奏してみました。はい、そんなわけで、今日は、沢谷健二さんの、そのキスが欲しいでした。この曲をまだやってなかったっていうのがちょっとびっくりだったんですけど、はい、それではどうもありがとうございました。どうもー。